行け。探せ。報告、八郎はいません。報告、見つかりません。報告、八郎はいません。報告、見つかりません。山田君。はい。腕利きの兵士を何人か選び待機させろ。逃げられた敵に追いついたら君に知らせる。あとはどうするか分かるよな。はい。ラジオを連れて西側に沿って追いかけろ。行け。はい、はい。行くぞ。快，跟上。团长，团长，团长，团长。通讯兵到，电告政委，我部已成功突围。是。所有人，原地休整。原地休整。客气。报告，团长，政委回电，清风境内我根据地外围所有据点均已清扫完毕，阴营将在红峰隘口接应旅部。好，所有人准备向红峰隘口撤离。报告，报告团长，我们后面有追兵，总共三四十人，他们带了一部电台。怎么还有追兵啊？是啊，再看。是。所有的痕迹我们都应该给消除了。照这么来看，这绝对不是一支普通的作战部队。方在，你和曲俊、驴子带领所有轻重伤员向红峰口撤离。团长，我不去。就是，我们不撤。团长，这边只有三四十个人，咱没必要怕他们。我不是怕这三四十个人，他们背着电台，一旦追上带领轻重伤员的我们，那个时候我们就被动了。那我跟你一起留下，我受过特种训练，对付他们会比较有经验。好，装，行动。是。所有人，撤！快，快点！所有人听好了。占据有利地形，听我的命令，一举歼灭这破鬼子。走开。
随着战局的变化，日本关东军开始狗急跳墙了。他们准备实施威力更大的细菌战和毒气战。据情报显示，日军的毒气专家伊藤的实验已经接近成功。一旦他的实验成功，他的实验成果投入到战场上，那必定改变整个战局。所以，组织决定派一个特别行动小组赶赴哈尔滨，在伊藤实验成功之前消灭伊藤，并且销毁其所有的实验资料。你们到了那儿，当地的地下组织会接应你们。你们有什么要求，尽管和他们提。有问题吗？保证完成任务。你怎么不说话？他说的，就代表我说的。有件事情我必须要提前通知大家。去了，不一定回得来。明白吗？明白。明白。为了能够成功的潜入哈尔滨，我们将分三批行动，这样目标小，不容易被日军发现。刘闯，你跟曲姐带领一些人，作为第一批。是是。驴子，你带领一部分同志，作为第二批。是。我跟乔部长，作为第三批。到了哈尔滨之后，在滨城老客栈集中。有意见吗？没有，没有，没有。出发。是是。怎么样？组织上已经派遣了一支特别行动组赶过来，两天内就能到达。希望这次行动组能够顺利完成任务，否则后果不堪设想。小燕，这几天你要特别注意周围的动静，一旦发现异常，你自己可以酌情处理。明白。先生、太太，你们到了，走吧。等一下，把你刚才说那句话再给我说一遍。先生、太太，你们到了。做两口子的感觉真好。来，哎，谢谢谢谢。啊，先生、太太，你们刚结婚吧？祝你们百年好合，早生贵子啊！听着我这个舒服，哎哎，谢谢谢谢，行了，赶快走吧。懂事，以后早晚成车老板。谢谢谢谢，慢走啊。好，二位，给我开个房间。好的，我要一间四面见天的房间。那是阳台客人。
一睁眼就能看着太阳，挺好。你别取笑我了。那这样吧，给我开一间安静的房间。啊，好，好。楼上到头，房间抽屉里有你要的安静。好，谢谢。把手给我，枪不用还给我，留作纪念吧。遇到紧急情况，可以通过下面的密码联络我们。开门吧，自己人。你怎么会知道里面发生的事情？我猜的，你信吗？我只相信两个人，一个是我自己，另一个肯定不是你。那我回重庆了。记得我之前说过，我只信任两个人。对。另外一个不是我。现在我信任三个人。他跟我认识的国民党不一样。是吗？因为他帮你杀了仇人。记得我之前问他为什么会帮我，你猜他怎么讲？怎么讲？危险对于男人来讲永远都是单选题，可以选择死，但不能选择退。電報です。
報告です。はいで。機関長、バカ野郎、我々の機密情報がこんなにも早く敵に漏れた。こちらの派遣した特別行動員はすでに動いているのか。確かに不思議ですね。最新型の毒気弾に関する情報は関東軍本部とわししか知らない。最高の機密なのに。というのは、わしらの組織の内部には、正確に言うとわしとお前のそばに敵の諜報員がいる。では一体誰ですか。幸子さんですか。彼女は閣下が国内から連れてきた人ですし、長年の知り合いです。その上閣下の親戚でもありますので、どうしても。どうぞ。機関長、お呼びですか。ああ、幸子。最近電報の処理が多いから、半日経ったらこの机はめちゃくちゃになっちゃう。だからちょっと整理してくれるか。はい。死んでいました。本当か。はい。40秒、最高の結果が出た。やったぞ、やったぞ。成功だ、大成功だ。おい、池田さんに電話かけて。急いで。待て、僕が行く。
もしもし。池田さん、毒気弾の実験が成功したぞ。そうか、本当か。はい。ああ、この資料によると、君の新型の毒気弾ごとに最短の時間内で5平方キロメートルの敵を抹殺できる。はははははは。よし、おめでとう、伊藤教授。君を一刻も早く帰国させて、この吉報陛下に報告をさせる。日本国内で一日も早く認定してほしい。早く戦争に使えれば、我が軍はすぐこの戦争の勝利を得られる。もしもし、情報機関長の池田ですが、一番早い便を手配してください。国の重要な専門家を送ります。何？木曜日しか飛べない？2日早送りは無理ですか？わかりました、よろしく頼む。片付け終わりました。うん、幸子、各隊長を呼んでこい。はい。组织上有什么指示？组织上让我们隐蔽待命。今日は皆さんにとても重要な情報を伝える。毒気弾の専門家の伊藤教授はすでに実験を完成させており、実験成果を使い、間もなくとんでもない化学兵器が誕生する。素晴らしい。これは我が軍の戦闘量を大きく増加させ、敵軍に致命的な打撃を与えられる。希望が出てきた。これで勝てるぞ。勝てるぞ。勝てる。負ける気がしない。伊藤教授は研究資料を持って国で我が陛下に報告し、国内の専門家協会で答弁をする。間もなく中国に投与されると信じている。空港は今週の木曜日に飛ぶと予定をしている。今日は月曜日で、残りの何日は皆さんは警戒を強めてほしい。教授と研究資料の安全をしっかりと守りなさい。わかったか？はい。有情况吗？没有。怎么有情况啊？伊藤的试验已经成功了，他研制出了威力巨大的毒气弹。伊藤周四就要携带资料回国去接受专家组的审核，相信很快就要投入到战争了。这样看来，上级派来的行动组只有两三天的时间，能完成消灭伊藤的任务吗？不清楚，
可能已经怀疑到我了。不过，我已经打消了他的怀疑。目前他还没有任何证据，短时间内应该没有问题。吉野君，この戦争はもうすでに肝心な時期になっている。実は伊藤教授の研究成果は戦争の結果の決め手になっているんだ。だから彼の安全を守るんだ。こちらは伊藤教授のお宅で3倍の兵力を配備して元の憲兵隊を加えたらもう十分になりました。ご安心ください。敵は教授のお宅を真正面から襲撃するなら大したことではない。わしらのそばに隠れているものこそ一番の危険となりうるのだ。機関長、今までの監視により幸子さんは異常なしです。秘密文書に手を出さなかったし、会議の時にもいつもように働いていて怪しい素振りはありません。伊藤教授の科学実験が成功した吉報を聞いた後、わしだけではなくみんなも大興奮状態だった。彼女はいつものように冷静だ。それはおかしいと思わないのか？気がつかなかったんですが、そう言われたら確かに変ですね。今は我が帝国にとっては肝心。して調査しろ。はい。必须尽快把情报传递出去。敌人会不会对你实施监视？我想他们的反应应该没有那么快。组织上只有获取了准确的情报，行动组才能进一步采取行动。快！是。あちらの方です。あちらです。この辺りに諜報員はいません。撃ってる人は患者のはずです。これから詳しく調べてみますか？あっちは機関長の機密秘書の幸子さんの家だ。確かな証拠がなかったら勝手に動くな。今すぐ機関長に報告に行ってくる。はい。
伊藤教授、本当におめでとうございます。恐縮です。できるだけ早く帰国したいと思っています。陛下に報告した後、答弁に参加する予定です。早ければ早いほど戦況を逆転できます。伊藤教授の言う通りだ。教授、研究成果が戦場に投与されることになれば、帝国皇軍に前代未聞の戦績をもたらしてくれることになる。はい。空港の方とすでに話はついている。あなたは木曜日の便で帰れる。月曜日から木曜日の間の何日かは厳しい警戒を行うから協力を頼みます。お疲れ様です。池田さんは帝国にとって不可欠な人材です。帰国した後、陛下と軍部にそう報告します。教授からも約束してもらいたい。飛ぶまで絶対家を出ないこと。はい。じゃあ乾杯。小燕，组织上会通知行动组，明天早上10点来跟我们接头。带着这份资料，这里边有伊藤的住址以及住址周边的布防图，你们要一起商量一下具体的方案。等我晚上回来向我汇报。嗯，你要注意保护自己，一旦发现什么行动，立即撤离。小燕，如果……我是说，如果万一我要是真的回不来，你一定要记住，协助行动组完成任务才是你最重要的职责。还有，接头人要是明天不能准时到达，你一定要以电报的形式把这份资料传递出去，明白吗？嗯。吉野副官。こんなに遅く何か用でも。機関長に重要な報告があります。機関長は外出です。今おりません。彼はどちらへ、いつお戻りに？おそらく今夜は戻られないはずです。お戻りください。わかった。雷震，怎么样？伊藤的毒气弹已经研制完成，周四他会携带资料回国报告。这种毒气弹将会很快地投入到实战当中，一旦投入战争，将会给我们带来无比巨大的损失。所以说，我们现在已经没什么时间了。组织上怎么指示？要我到联络点拿到伊藤住处的地图，然后采取行动。哎，你觉得我去取这份资料怎么样？你在这边太熟了，说不定早就上了日本人的黑名单，我一张生面孔去了会安全很多。那我跟你一起。算了吧，以后逛街的时候咱俩在一起，至于这种事情一个人干比较安全。地址在哪？西城路29号。如果遇到紧急情况的话，马上撤离。
明白。おはよう、幸子さん。おはよう、吉野くん。池田殿に会いに来たの？そう、用事があるから報告に行く。中にいますよ。わかった。ありがとう。機関長。昨夜幸子さんの部屋の周辺で強い電波が現れて、部屋にいる可能性が高いです。なぜすぐ私に報告しなかったんだ？閣下が見つからなかったので勝手に動きませんでした。憲兵隊、私は機関長の池田だ。今すぐ機密秘書の幸子の家の捜査を始めてくれ。何かあったらすぐに報告してくれ。いいか、内密にやりなさい。機関長。わしの命令に従え。たった今からわしの許可なく何人も情報課から出させるな。